日本人是非常守时的民族，如果相约迟到了的话，有可能会惹对方生气。虽然这个方式只要道歉就能获得原谅，但是还是会给对方不愉快的感觉。誰が紐座っとんな。ごめんなさい、本当に、いや、本当にどういうつもりやん。いや、ちょっと電車が逃げたんだ。いやいや、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当に。惹怒对方后不知道会有什么好戏看。遅れた。おー、なんかいた、なんかいた。总是一直迟到的人，最后会连身为人的尊严都丧失。注意提前五分钟出门，然后快乐地享受日本的生活吧。只不过跟变态相约时，一定要请小心注意安全哦。